さてさて、3人の中では僕が一番最初に言うようですね、まあ、自分がこうなぜこう番組に呼ばれてるかってことを考えて、その自分のキャラに合ったね立ち回りをしなきゃなっていう、だからそれを踏まえた機種選択になりますよね。やっぱもう番長すればほぼ埋まってるな。さあやっぱり固い機種選択といえば千葉リオだよね。あれ誰も来ないな。見せてやるぜ俺が。さあ87番何が取れるのか。番長ちゃんは無理だ。番長無理、せいやも無理。あ、え、嘘でしょ。え、まだ残ってたの。いただきます。開いてた、バイオ。よいしょ。一応ね、今日ゼロの日ということでゼロゼロに行きました。表示、よいしょ。さあ今回は9月の20日敬老感謝の日に収録をさせていただいております。はい、はい、日の丸洋画店さんでございます。はい、で今回のメンバーは私マリモと水木彩さんと梅谷慎さんでございます。はい、梅谷慎です、よろしくお願いします。で、このメンツでまだ出たことがないという方は、出たことない梅谷さん初めてです。過酷ですよ。誰と乗り移りするか分かんない状態でやるってことでしょ。そうです、はい、最初にまあペアが決まるんですけど、我々も自分のね、誰が誰と組んでるかって分かんないんで、ただそれは最後に発表されるんで。なるほど、それをこう楽しむわけね。楽しんで、はい、パチスロ以外にもそこにも楽しみがあるわけね。あいつ出てるでも乗りじゃないかもしれないとかね。そうそうそう、楽しいじゃない。みんな勝てばいいんですよ。それが一番ハッピーですよね。それがハッピーだけど、でもそれでは面白くないと思うのよ。過酷ですね、まさに、ね、自ら過酷な。それじゃ面白くないと思うから、まあ、俺はもう本当はそんなことやりたくないけど、ちょっと洗いことしようかなと思って。何取ったんですか。まあ、千葉リオって出たよ。普段そんなべったり打つわけじゃない。で普段は朝一ちょっとやったりするんだけど、今日はね、せっかくの機会だから、まあ、がっつり腰を据え、負ける気だぞ。こいつすげー負ける気。いやいやいや、万枚出してみんなにね。あ、じゃあさあどちらか2人と、ね、5000枚ずつっていうのを夢見てやろうかなと。そうなってくれたら我々はハッピーです、ね。はい、うん、でしょ。私は、忍び魂を取りました。もうなんか、なんか甘いけど、まあ、荒れるは荒れるみたいなところですね。まあ、でも負け知らずなんで僕、このお店でも負け知らずですし、あの忍び魂を負け知らず、もうそれが合わさったら期待してください、2人。あ、じゃあ期待させていただきますよ。そして水木さん。はい、私はバイオハザード7も。つかめばね。ただ、先生って下でも突破しちゃえばいいだけなんで。あのね、なんか自信がありそうですけど。いや、今のところ14回ぐらい打ってるんですけど、バイオハザード7も。具体的なのにくらいってついちゃう。はい、ね、まあ、大体ざっくり14、4、5回で11、2回勝ってる。すごい。はい。じゃあこれから、ルーレットで自分の決めたいと思います。はいはい、はい、いいですか。ドーン。です。さてこれが実はめっちゃ大事なんだよな。パチスロの抽選より大事なぐらいな。じゃあ押して飲みますよ。
さあでは忍び魂からいってみます。今日は、お客さんがいつにも増して多かったです。なので番長聖夜あたりをもうそろそろなくなるからたまには打ってみようかなと思っていたんですが全く取れず87番入場では全く取れずに、大好きな機種に来てしまいました。まあ、でもこれもねもうそんなにないんで残りの設置期間が、まあ、お別れを言う意味でもいいかなと。2人が6号機打ってるんで、まあ、5号機打ってもいいかなという感じはしておりますが、梅ちゃんがもう完全にあの楽しみにしちゃってるからね。ここがちょっとやつと組んだ時のことを考えてたくさん出そうと思います。ていうかね、彼と一緒に打つとね結構いいんですよね、成績が。それこそ引き床の時に頑張ったよね、私あのサラリーマン番長。それ以外も僕結構いい結果残してるんですよね、他の番組で一緒にやって。なんかラッキーマンではあるんですよね、彼は私にとっては。さてそれではやっていきましょう。とりあえず、朝一、チェリー5回まででリセットを狙うっていうのはありです。で、まあ打ちながら話していきましょうか。その何がチェリー5回なのかっていうと、まずこの台は有利区間がリセットされると、50% ぐらいで、まあ、イメージしやすい言い方をすると天国準備的なものに行くんですよね。でそれが、とりあえず、1個目がチェリー5回が天井で、もう1個がチェリー10回で天井、5回と10回、でもう1個で、まあ、全体的に僕の喋ることもあの基本的に解析が出てなくて、いろんな、みんなが実践した情報とかそういうの合わせてるんで、まあ、間違ってる可能性ありますけど現状言われてる情報です。ちょっと待ってスイカね、これで、リセットされて、そしたらまた有利感がリセットされるわけですから、50% で、5回か10回で引いて天国に行きやすいモードに打って、なので言ったらすごい連チャンで有利感リセット、でまたすぐ当たってすごい連チャンっていうことが起こりうる機種です。で、まあ、だから基本的には例えば朝高設定狙いで狙う台がない時とかで、カニ歩けそう、まあ、もちろん全リセット条件ですけれども、カニ歩けそうだったらその、まあ、チェリーね、10回までやってもいいんですけど、やっぱ効率とか考えるとチェリー5回まででやっていくっていう。で、まあ、だから何勝つ、あの真剣に勝つのを狙う意味でも、それを狙うのはありかなと思うんですが、今日は結構腰を据えてやろうと思ってます。だからチェリー5回スルーしても続けるし、10回スルーしても続けるつもりです。いや違いますよ、あのノリになるかもしれないから、もうあのむちゃくちゃやっちゃえとかじゃない、あの2人の笑顔が見たいんです、俺はいっぱい出して、そのために頑張るんです。じゃあ打ちますか、バイオハザード7レッセントイービル打ちたいと思います。はい、休館の方に行ってくれましたんで、一応、まあ、休館の方がいいモードが選ばれてる可能性が若干高くなります。50ゲーム超えたところで天国の天井が来てるんですけど、逆に50ゲーム以内ってなかなか天井来ないんですけど、50ゲーム以内で来たら結構暑い、通常値以上濃厚になってくるという感じです。ベイカーズビの店長をしていく今のところ別にそこに当たりそうな演出はなし、
緑セリフなんでちょっとちゃんか。今が逃げるチャンスかだったんで、しかも赤タイトル、うん、これ言ったんじゃないですかね、チャンスアップ出るでしょ。はい、で最後も、最後はチャンスアップないけど行きましたね。はい、早い、天国でした。いやポイント貯めきれなかったけど、まあまあまあ92ゲーム当選です。どうせが4本全然回らなかった。行きましょう。クライマックスバトル早いぞ。今、まあ、10ポイント貯めれなかったんでアイテムチャンスはもらえないんですけど、初期バレット赤取れてれば赤が出てくる。あー取れてない。天国だと割と取れてること多いんですけど、まあまあまあ、今白、青、緑、バレット1個ずつ、これで1戦目の突破レベル確率を上げます。この後ベルを5回引いてから、ここのレア役は、あれもらえます、バレットがもらえます。ああ今日チャンスね。ああ青か。はい、じゃあ行きましょう。3まで行ってほしい。ああ行かないか。ファーストステージ19分の1 55% オーバー行きたいと思います。ふわー全然いい予感がしない。これ強チリだったらね、よかった。だいぶ1戦目はクリア。問題はここからです。いきます。ほい、皆さん、異常事態でございます。なんと250ゲーム近く回してチャンス目が出ないのはまだいい。というのはまあ過去に何回かあった、強い方のチェリー、チェリー B とか強チェリーって言われるものが1回も出てないんです。スイカと弱い方のチェリーは出てるんですけど、これはちょっと由々しき事態です。これは苦労するんじゃないかな、今日はもう。だってもうあとパッと見て移動先ビッグ潮しかねえから、ビッグ潮はあれ
すごい出ないんですよ、ヒックスを。何回かチャレンジしたんですけど、いやマジで出せないから、俺が出せないだけだろうかもしれないですね。なんで？カエデデリッチ、これなんで、一応ではないの。この前に何引いた？スイカ、だいぶ経ってるよ。ああ、青頭。レギュラーです。だと思う。もう387、島さんで理性調布、それともピックしかないのかな。まあ、いずれにしてもちょっといらない役でしたね。だったらまあそのままハマり倒して天井 ART に入れたかったな。ではこの降格中にチャンス目を聞きましょう。どういう風に編集されているか分かりませんが、一言言うのはやばい。ただの完全中押しおじさんになってるだけです。通常時中押しおじさんです。ただ何も起こらない。レギュラー1回でしょ、定格チャンス目2回のみ。マジで時間かかってんな。もう一撃っちだよ。あ、さっき来た生チェリーです。今生チェリーって表現があってるのか分かんないけど、何か子役の後ではないチェリーです。さあこれ次ゲーム引かれなかったらとりあえず5ゲームの天井にいなかったってことです。いきます。はい、スルーです。まあ、普段だったら、まあ、移動先があるなしの状況にもよりますけど、基本的にここでやめるんですけど、やめません。みんなの笑顔が見たいから。あ、来た。10回目。さあ、いよいよ来てしまいました。次ゲームで引かなかったら天国の準備の可能性がなくなるっていうね。で一応10から20の間に超天国のチャンスはあるけれどもみたいな。いくよ。わーやば。やばいよ。やばいけど、うん、でもな、俺やっぱり縛りをで万枚とか出して2人の笑顔が見たいんだよ。ここいつになったら当たるんだ。そんなことないと思うけど、最終的には、ね、2人のどっちからありがとうと言われることになると思うんだけど、一応ね今のうち言っとくよ。ごめんね、ほんとごめん。あー、これ来たでしょ。来たっていうのはチェリーが来たってだけね。さあ20回目です。で、ここが通常 B の天井、これが20で、通常 A の天井が40なんですよ。ここでいけなかったら次も今まで分ぐらい回さなきゃいけないかもしれない。いや、マジか、どうしよう、どうしますかね。いや、もちろんね、この台で突っ張るっていう、残りチェリー20回で当たるわけですから。でも、はまればはまるほど連チャンの可能性下がるんですよ。要は A からは連チャン行きづらいんで。だから僕が今悩んでるのは、
あとチェリー20回引けば確実に当たるっていうのを取るか、左とかは多分おそらく94やめなんでチェリー5回でやめてると思うんですよ。いやでもこっちってこうなる可能性もあるんですよ。また A でしたみたいな、やろう、いやいやいや、やろう。ちまちました動きがいつもの俺になっちゃうじゃないですか、まあ、いつもの俺はもうここまで回せないんですけど、いやいやこいつと添い遂げるんだ、そして2人を笑顔にするんだよ。スイカの地ゲームですか。スイカ引いた後に、まあ、チェリー来ることあるんですけど、スイカ引いた後のチェリーって強チェリーなんですよ。それであっちっちみたいなこともあるんですけど、で逆にスイカ引いて弱チェリーだったらそれはそれで熱いんですよ。はあ、だからこれ一発抽選ですよね。672 23本使ってます。さあラスト、いやいや本当別に通常 A からテクいかないなんて誰も言ってないから、ゼロじゃないから、ゼロのモードなんてないから。さあ行くぜ、大体連チャンするときって10ゲーム以内です、大体ね。たまに深いときありますけど、あーこの辺で来ないとやばい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 よ。正直もう諦めてますけど、でまあ別にこういうねちょっと追い込まれた状況じゃなくてもとりあえず初当たり引いたら、まあ、まずは連チャンするかどうかワクワクして、まあ、連チャンしなかったら有力区間がリセットされるかどうか、ここの有力区間ランプをちゃんと見てると、まあ32ゲームです基本。おさチェリーで、この今ちょうど来ましたけどチェリーの数字の分ゲーム数とはズレが生じます。1回行くと31まで、2回行くと30までになります。いくよ、まあ、期待してないよ俺は、期待してない、それは嘘です。でもねこれぐらいのゲーム数で1回来ても全然熱くないんだよ。30、おはい残念、今30ゲームでチェリー2回引いてるんでここで終わりですね。でユニカンランプはついたままです。だいぶ前からチェリー5回でやめなかった、10回でやめなかった、20回でやめなかった、そして、単発だったのにその後ユニカンリセットされないので続けてる、全部良い子は真似しないでください。
めもつ517枚、あー、ユリカン切れるか、終わっちゃいました。あ、いいでしょう、あれ天国で突破してんなんで、で、また休館、もし次も突破できたら乗ってない方がいいな。あれ、二人がめちゃくちゃ出してくれるかもしれない、わかんない。はい、じゃあ当たりました、397ゲームここが赤いままだったらね大丈夫です。レギュラーじゃなくてもよかったのかな、わざわざレギュラーだったら、まあ、あんま変わんないけどね、どうせレンチャーしなかったら、けど別にビッグでいいじゃんね。遅れた、熱いよ、強チェリーです、スイカの後なんで普通に 50% で初当たります。で、まあ、あの次ゲームで光ることもあれば当たってたとしても32ゲームかかることもあります。まあ、もちろんあの当たってないこともあるんで、でも期待しましょうよ、今日初の強チェリー、チェリー出て、チェリー、あ、チェリーなしで当たった、まあ、あの普通に考えたら強チェリーで当たったんでしょう。追加1本、78ゲームビッグボーン、別にレギュラーじゃなくてよくない？さあさあ、あの早く当たりすぎてモードとか全然予想できないっす。いくぜー、29で、今のところチェリー2回引いてるんで30ゲームまでがレンチャンゾーンです。見た目ね、今見た目30、ここです。あ、ユリカン消えた、消えました。こっから 50% でまた朝一と同じ状態ってことですね。やったー、まあ、それにかかったお金24,000円、イエス、大丈夫大丈夫、最後の2人が俺とノリがいいってなるから。当たってないじゃないですか。しかもビッグに見せかけた化けだから。あちらの方も全然出てない。ちょっとバカにしに行こうよ。予約カウンターで数えてるのは投資の数かよ。違います、あのチェリーの数数えて、あのみんなのワクワクの数になるなって、それが。今日はなかなかひどいですよ。あ、2人ともひどいの。俺最高払い出し50枚です。500枚、あ、任せとけって。任せとけ、完全に楽しんでるぞ。普段こういうことやんないから。やんないですよね、途中とか関係なくない。いや、そうだけどさ、結果だよ。いや、普段そんなこと言わないじゃん。いやいや、完全に楽しんでる。いつも真剣にやってますよね。いつもみたいにね、アクロス打ってプラス100枚でしたとか言っても面白くねえじゃん。まあ、それはね。だから2人の笑顔が見たいからやってんだよこれ。なんか怒られてんだけど、何これ。見て見てろ。一番お金使ってる人に怒られてる。まあ、そうだな。だからほら、最終的なさまいだから大事なの。まあ、そうだな。2人も頑張ってよ。なんか腹立つな。こういう時ぐらいしかふざけられないもんね、梅屋さんもね。そうだね。まあまあ、わかります、私もそうなんです、はい、
今日はね、梅ちゃんが楽しそうで何よ。そこね、そこに尽きるね。今日のこの回は。さあ、天井までの道のり半分超えましたね。こっちの方が今日は ART での手っ取り早い気がするわ。打ってもいない騎士のことを言うのもなんですけど、チバリオってね、もともとは4号機のストップ機だったんですけどね、僕が多分23、4くらいの頃の前かな。体積がね、その当時の人は珍しくほぼ出なかったんです。唯一攻略じゃないや、解析っぽいのを載せてたのが発する攻略マガジンで、お、熱いの来た。そんなことを言っていたら、これは当たってるんじゃないかな。発する攻略マガジンの話をしだした途端に当たる。これは当たってると発見しなかったですね。矛盾。いやー、どうなのこれ。なんか当たった喜びをちょっとかみしめちゃったけど、どうなのこれ。586Fだよ。さあ、ということで、31,000円、全然関係ない、自分と関係ないチバリオの話したら当たりました。あー、ピンクリッキーですね。じゃあ寝押しに来たって。31,000円。ここからちょっと巻き返さないとやばいです。相当やばいです。はい、ミス。さあ、いやー、ミスだったよ。パーフェクトで行こうと思ったら5分の1とか、あの1回で ART 当たってたかもしれないと思うと悔しい。次当たって入んなかったら私コロコロ折れるかもしれない。いるかな。1戦目
突破できないや。両画面がミヤ。わあ、なんだっけ、なんとなんかの指定、1じゃないって。設定1ではないです。ああ、ちょっと心折れるよ。終わりにさせてください。もう一度お願いだよ。当たった系ですね。モードは分かんないです。チェリー5回引くまで当たりましたからね。160ゲーム、あ、ビッグ、あ、追加が4本、28本ですね。
初ビッグですよ。まあ消化後の32ゲーム消化が今から楽しみでしょうがない。さあ頼むぜ。本当ここは今までで一番期待できるところです。わからないところだからね。頼む。さ、30で次で終わりですね。あ、キュート。キュート、連チャンしなかったけど消えたんで、また、改めてユリカにセットして期待できると。で、今のところ分かんないですけど設定差あるのが、初当たりとこのユリカのリセットだと思われてます、言われてます、うん、まあ僕も思ってます、そうかなと。まあ、ユリカリセットにすればするほど可能性高まるんで。なるほど。でモード以降は設定差がないと言われてるんですよ。なんで別に今のところ挙動としては悪くないんでね。ただまあ出玉はかなりやばいけど、まあ何はともあれユリカリセットしたんで、ここからまた改めて期待していきましょう。お、3個目だし強チェリーです。びっくりすんだこの音。ここから当たってなくてもチェリー連チャンしたりするんで、フェイク前兆としてチェリーの数も稼げる。てか当たってていいよこれ。お、チェリーチェリーめちゃくちゃ熱いですよ。要は疑似遊戯なんで別にフラグとして引いてるわけじゃないんで、これも当たってますね。強チェリー2連続。うん、ちょっと遅れて光るやつ。よし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 。初めて追加投資なしでボーナス受けたね。でこれまた、5回も引いてないんでチェリーを引く前で当たってくれたんで、いい意味でモードがわからないですね。予告音になったじゃないですか。で予告音になったら基本スイカなんですよ。で、まあ、スイカでも1ゲーム目に抽選してますし、でチェリーめったに出ないですけど、チェリー出たらまあそれ疑似遊戯なんで、1ゲーム目に確定なんですよ。でもう1個この共通ファイン、これで予告音になることあるんですけど、これ1ゲーム目っていうよりも共通予告音になって共通ファインの時って天国を行ってる可能性が高いと思います。ただ確定ではないんですよ。確定ではないの自分でも経験してるんですよ。期待移動を煽る演出みたいなもんですね、多分。今まで一番期待できる。さあ行こう。チェリーなしでいきなり光ることもあるんで。2 5、6、7、8、おお来た。一応初当たり初当たりの可能性もあるんですよ。でその、見分け方として、ここにランプがつけば天国って連チャンしてますってことなんで、揃えてつくかどうかです。まあまあ10中9.8 ぐらい、これも天国だと思いますけど、はい、2連目してるってことですね。天国行こうです。やりました。最低でも 77% ありますから約、うん、で次 85% 最高 92% です。さあさあ、さすがに2連で終わったりしてないでしょ。せっかくね、せっかく行ったのに。100枚返してほしい。4
5、6、はい、あっさりリックで、まあいいよ、続いてくれてるから。楽しいな。4、5、あ、これね、あのめちゃくちゃ滑るチェリーってあってめちゃくちゃ熱いんですよ。全長強くなる、しかも強チェリーで、1ゲームで光らずに、あ、光るのね、1ゲームで光らないこともあるんで、よし、はい、5ゲームビッグです。4連目、はい、来てる来てる、あ、振り目しましたね、好き好き言いますよ。はい、1ゲーム連が確定すると気持ちが楽、ビッグだしね。さあ5連目ですよ、もう半分登ってきましたよ。さて今一撃873枚、もうちょっとで1000枚。分かってるんで、ちょっとハマってもまだ大丈夫かもって思いますよね。12、あ、でもちょっとチェリーとかも出てこないし、13、来たよ、あら、あらあらあら、ちょっと危ないかも。30で、チェリー1回引いてるんで、この次までですね。はい、で多分ユリコン消えるでしょ、消えましたね。で消えたので、まあ、レンチャーしたら基本消えるんですけども、消えたのでまた、ユリコンリセットとして打てると。でこれで、運よくそのまたレンチャーさせて、またレンチャーさせてみたいな、結果一撃、まあ、2撃3撃での大きみでの一撃を取れるっていう台なんですよ。そのハマりが本当に痛かったな。あ、遅れた、遅れました。基本チェリーです。でチェリーじゃなかったら当たってます。さあ5回目です。5回の天井が選ばれてた、これで当たります。おっち、これこれこれがやりたかったのよ、これがやりたかったの。よし、完璧で、まあもちろん偶然5回目で当たった可能性ありますけど、可能性としては一番高いのは、天国準備に行っていた可能性なので、まあ、また天国が期待できちゃうわけですよ。これがこうやって連チャンが連チャン呼ぶみたいになっていくわけですよ。さあ天国準備超濃厚の、アツアタレを引き、まあここから天国行っててくれ、いやいや行ってるだろうみたいなところですけれども、ここで前半戦終わりで、まあ、後半戦をワクワクしながら、紹介したいと思います。あれでもあれ台だって言うと梅ちゃんの台だった、そうだよね、あれなんか連チャンしてんのか、もしかして俺だけ今日先般は、先般は俺だけですか。いやこれは、あー、追加チェリー B ですね、立て続けに引いたよ。なんとかならん、
なんか当たった。このチャンス目なのかな、スイカ、チェリービー、チャンスメッティでどれだろう、どれで当たったの、このチャンス目か。三八です、投資3万8000円投資でございます。よしよし、危ない。倒し込んだ下手なんだ。ちょっとこれはいかんともしがたい感じになってきましたよ。起きる。オッケーです。終わった。